はい、第11回目のシャイニングレビューは桑崎選手に来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。疲れましたか？めちゃくちゃ疲れました。疲れました。まずは試合を振り返ってみて、どうですか？率直な、まあ本当に率直に今日は本当に勝ってよかったなっていうほっとしたと、はい、ところで、はい、まあでもやっぱり自分たちのミスで、うん、まあ、ちょっと相手に流れを渡したりとかもあったので、まあ、そこは、ちょっと中断入りますけど、はい、しっかり修正していかないといけないなと思いました、ね。天皇杯ではボランチでね、はい、出場したっていうのもあると思うんですけども、リーグ戦でいうとボランチ初出場だったと思うんですけど、こうどういう気持ちといいますかで試合に入ったのかっていうのがあれば教えてもらえますか？まあやっぱりなかなかボランチでの出番がなくて、まあ、自分としてはこういろいろな感情があったんですけど、はいはい、まあ、でも一番はやっぱこのチームを、まあ、やっぱ勝たせる働きをしたいなっていう、うん、いいプレーをしたいなっていうのを、うん、まあ、考えてたんで、まあ、そこはまあ、結果的にチームを勝たせることはできたと思うので、はい、まあ、良かったかなと思います。まあ、そのご自身の中でボランチで出場するということで、まあ、海洋選手と組むのは初めてですか？そうですね、まあ、練習でたまにやったりはしてたんですけど、そのリーグとか本番で組むっていうのは初めてっていう中で、こう海洋選手の特徴っていうのもある中で、そのどういった自分の役割っていうのを今日は試合の中で出そうというふうに思って、入ったのかっていうのがあれば。まあ、やっぱりまずは守備のところで、うんうん、はい、まあ、強度を出す、まあ、パスコースを消したりとか、まあ、そういったところを一番意識してて、はい、まあ、次はやっぱボランチなんで常に顔を出して、うんうんうん、パスコースを一つでも多く作るっていうことを意識してやってました。はい、なんかその顔、やっぱどうしても顔を出さないといけないっていうので、自分の選択肢がないんだけど顔を出しに行っちゃってボールが来ちゃってちょっと戸惑っちゃったみたいな場面っていうのはなかったですか？ありました。ですよね。なんかやっぱり僕もそう、今のボランチやっててそういった場面って結構あったんで、うん、いやそういうどうなのかなっていう。でまたサイドバックやってる時とボランチのやってる時の見える視野っていうのは全く違うじゃないですか。そうですね。で結構サイドバックをやってる時が多いので、うん、ボランチに入った時に難しいと思うんですよ。その辺どうですか？まあ、やっぱりそのサイドバックやった経験とかからして、うん、ボランチにここに来てほしいなとか結構思うのが結構多くあって、まあ、でやっぱりボランチする上でやっぱ常に顔は出さないといけないですし、うん、まあ、その顔を出すっていうことはできてるんですけど、うん、まあ、やっぱそこから、なんかこう自分のところでミスをしないで攻撃につなげていったりとか、まあ、相手を走らせて次の攻撃にうまくいけるようにするとか、うん、そういったところの判断とかは、まあ、ちょっとまだまだ甘いので、うん、そこは一番今日の改善点というか。なんかそれをそのリーグ戦で出ることでこう感覚をつかめたっていうのは非常に大きいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、天皇杯とは違った、まあ、やっぱり別物になるじゃないですか、リーグの天皇杯というと。違いますね。そのリーグで経験を得れたというのはすごく次につながるのかなと思うんですけど、うん、まあ、やっぱその独特な雰囲気というか、うん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 、リーグ戦の、はい、ありますよね。でチームとしてもかっていう、ちょっとまあ前半の最初とかちょっと戸惑ったところもあって、うん、まあでもやっぱりそういう、うん、なかなかこう少ないチャンスの中でそういったのはもっと、うん、なくしていかないと、まあ、マサル君だったり、うん、秋野選手とか帰ってきた時に、はい、こう怖い存在、脅かせる存在にはなっていかないと思うんで、そこもっと練習のとこから、うん、意識したいなって思います。やっぱそうですよね、難しい部分ってありますよね、はい、あとはその試合以外のところで、聞きたいのがマウスピースしてるでしょ。あ、はい、あれは今日からずっと今日から、 今日からやっぱり聞いてよかった。ぶっつけ本番でした。で実際効果どうでした？
正直ちょっとあんま分かんなかったんですけど、あれはどういった意図というか経緯でつけることになったんですか？あの噛み合わせの部分とかで、あのより力を発揮しやすくなったりとか、うん、体のバランスとかが整うんじゃないかと思ってつけたんですけど、はい、実際の、まあ、ちょっと境地は分かんなかった、分かんない。で次からは、あでもつけようかなと、つけようかなと。であれカラーがビバーレンカラーに、はい、一応してもらった、はい、やっぱりそうですね。長崎出身ということで、こうやっぱり伝えるものっていうのもたくさんあると思うんですよ。でそれをサッカーを通して伝えられるっていうところで、何をこう伝えていきたいですか？伝えていきたいっていうよりも、うん、まあ、やっぱりその自分のプレーとか、うん、あの普段の振る舞いとかを通して、うん、やっぱその今までお世話になった人たちとか、はい、あの長崎に関わる全ての人たちを、うん、あのやっぱ元気にしたいというか、うん、もっと長崎を盛り上げたいっていう気持ちもあるんで、まあ、それとともに自分のチームもあの成長していければ一番いいかなと思ってるんで、まあ、伝えたいというよりは、はい、もう、まあ、はい、そういう感じ。表現を表現をして、まあ、恩返しを、はい、出したい、はい、真面目だな。まあ最後に、じゃあ、 あの3週間空きますけども、次8月9日の試合に向けてファンサポーターの方々にメッセージを、そっちにいいですか？いつも、応援ありがとうございます。まあ、3週間の中断期間に入りますけど、まあ、またチームとしてあの J1 昇格っていう目標を達成するために、みんなで切磋琢磨して必ず目標を達成できるように、そして、まあ、自分としてもそこに関わっていけるように、頑張っていきます。今後ともよろしくお願いします。はい、もう自分が試合に出て、はい、チームを J1 に連れていくと。まあ、でも今日の出来じゃまだまだなんで、いやいや、いやもう強気にいこう。いや、 やっぱあのもういいんですよ、ダメでもダメです、もっとダメでももう連れていくっていう。まあやっぱそうだよな。でもあのその強い気持ちは持ってる、強い気持ちをぜひ持って、はい、じゃあ第11回目のシャイニングレビューは川崎選手に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、11回目のシャイニングレビューは桑崎選手に来ていただきました。いやー真面目でしたの一言ですね。本当に人の良さっていう人柄が出てましたし、そこに秘める思いっていうのも非常に伝わってきたんじゃないかなと思います。あとは今日リーグ戦でいうとボランチ初出場ということで、まあ、僕もボランチをやってたんですけども、非常にこう気持ちが分かる部分っていうのが伝わってきたなと思いますし、なんといってもこう本人が謙虚でもうまだまだなんだと、全然できませんでしたという話をしてましたので、まあ、そこも次また、出場するときに楽しみな一つになるのかなというふうに思ってます。でまた長崎出身ということで本人の思いっていうのもこう伝えたいことっていうのもお話しされてましたけども、ぜひその思いっていうのをそのピッチ上で表現してもらって、最後は本当に J1 昇格を連れてってくれるような存在になってほしいなと思いますし、あとマウスピースは今年使い続けてほしいなと思いました。本当にチームとしては前節引き分けの中で今節勝利することができて中断に入ることができますので、また長い3週間中断明けからのリーグ戦スタートになりますけれども、それまでにしっかりと選手は準備をしてスタートするときに勝ち点3を取れるように頑張ってもらいたいなというふうに思います。またその時にもシャイニングレビューをしっかりと伝えていけるように準備していきたいと思います。また楽しみにしていてください。それではまた。